3、2、1。プロレス連盟不通よ、だいぶ鉄板じゃん。帰ろじゃねえよ。もうなんかさっきから親方親方って言われてるけどね、親方の、あ、どうもスカルリンパイジです。皆さんこんばんは。ね、広田北と岡崎京です。ゆうです。はい、ということで今日はこの4人でね、フレッシュボーイズで見切れてるじゃん、ね、お送りしたいと思いますけどね。滝田は久しぶりですけどね、どうですか体調の方は。一応、うん、10キロ痩せたはずなんですけど。おう、何、誰も気づいてくれ。そう、誰も気づかない。お前今日、先月ぐらいも10キロ痩せたって言ってなかった。そうそうそう、そうなんですよ。計まだ10キロしか痩せてないってこと。120キロから今189あたり。お、行ったり来たり。おお、すごいな。ちょっと驚いた。ああね、もうちょっとね。まあ体調はじゃあだいぶいいって感じね。今のところ。今あのね、レフリーやってますからね。なんか映像見てると意外と板についてきてるのかなってところもあるけど、この前悪いことやってたね。いや、めっちゃ悪いこと。どうしようマッチでね。ただその模様はおそらくあの YouTube の方で配信すると思いますね。悪いことしてます。はい、ということで、なんかあの、最近なんかありましたか？だいぶ経ちますけど。はい、ある人。ある人。何にもねえの。はい。あ、それどっちか。どうぞ、どうぞ。どうぞ、どうぞ。じゃあ、何それ。はい。最近、ゴールデンウィークということもありまして、うん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 、熊本県に行ってきました。おお、すごい。何だ、登山してきました。あ、すごいね。はい、あの風が強くて途中リタイアです。ダメやな、登りきれよ。あのすごい強風で、うん、めちゃくちゃ飛ばされそうだったんで、一人で登った。一人で行きました。さすが。はい、一人で行きました。マジか。どうだった、それ。終わり。あ、終わりです。嘘でしょ、はい、ちょっと嘘でしょ。どうぞ。ゴールデンウィークも本当そこしか近くなかった。そっか、ゴールデンウィークだったよね。そうです。ああ、で登山途中で断念するみたいな、はい、強風すぎて。強風に負けた、はい、ね、すごかったです。もう以上でいいんですか。はい、以上です。1ヶ月の思い出はいいんですね。1ヶ月間の間にそれしかなかったということで、いいですね。やっぱ欠場してたんで悔しい思いだったから。あ、そっかそっか。はい。ね、手術もしたんでしょ。そうです。今も結構リハビリも変わってる。まあ、6月出れたらいいな。ごめん、指でしょ。指です。曲がらないんです。いやいや、悪いけど、そんな人結構いるからね。そうそうです。ちょっと、まあ、大丈夫、取って。今後、長いんで。そっか。はい。わかりました。あとなんかさっき聞いたら手も切って手を打ってきたんでしょ。あ、そうなんです。あの逆の手を、うん、カッターで刺してたんです。ちょっと3針縫いました。まあ、知らんがなっちゃう話ですよ。はい、なんでそんなことなんだ。あの、まあ、ちょっと作業してて、うんうん、あのカッター新品の刃を取り替えて切ってたんですけど、うん、はいはい、それが折れちゃって、で持ち手の方の刃がぐさり、うわー、すごい流血しました。まあでも知らんがなっていう話ですけどね。はい、今日バシして。今日バシして。はい。というようなね、登山と、3針縫った、1ヶ月の思い出をね。はい、そうですね。悔しい。出来事を。悔しい思いしたんです。はい。さあ、そんな中、じゃあ、岡崎さん。あ、自分は代表と4月16日にあったドラゴンゲート、はい、大分大会に出場してきました。あ、そっかそっか。はいはい、はい、自分は第3試合目ではストロングマシン J 選手とシングルマッチだったんですけど、うん、ちょっと丸め込みで負けちゃいました。うん、いや、いい試合だったよ。惜しかったね。あの全然負けてなかったね。そうです。自分でも結構攻めてていけるって思ったんですけど、うん、それ
こそ先日シャークさんに、うん、なんか練習してもらったジャパニーズレッグロールの固め技があるんですよ、はいはい、それでやられるっていう予習してたのにそれまさかのそれでやられちゃったんでダメじゃん、はい、え以上ですか。あ、まああとはそのレッグロールで固められるじゃないですか、うん、あの最近ちょっとお腹が出すぎる、本当な、あの自分のお腹がみっきつくでもう呼吸ができなかったですか。まあまあ、わかるわ。わかるわかる。共感し合ってる。自分の腹圧でめちゃくちゃ呼吸ができなくなって、うん、苦しみながらスリカンをさ。ああ、最悪やね。え、以上ですか。まあまたちょっと11月にもあるそうなので、もし出場できた時は、うん、まあリマッチでできたらと思います。あ、またやる。またやりたい。またと、いや、あのストロングマシン J 選手じゃなくても、ドラゴンゲートの選手と。いや、そりゃそうです。まあね、はい、まあ、頑張りました。頑張ります。はい、で、それでそれで、じゃあ、はい、滝田さん。あなたですよ。いや、あなたぼっとしてないでさ、あなた休みが長いんだから。一番ありそう。なんかあるでしょ。どっか出かけたよとか、ゴールデンウィークは。4月の春大会の話はもう終わってます。うん、いいよ。していいよ。だって出てる。そこ、試合してみるな。春大会ね。4月に遡りますよ。はい。春大会、あの、レフェリーだったじゃないですか。はい。あの、ここで、同場マッチで、うん、まあ、3試合、さばくのが割と、うん、ギリやったんですよ。おスタミナ的に。え？で、やっと3試合いけるわ、うん、まあなんとか、ああで思ってて、で春大会はレフェリーか、まあもう一人レフェリー来るやろうなって思ってたら、うん、俺だけ5試合で当たり前じゃないですか、笑われちゃうよこんなこと言ってたら。3試合目までやって、うん、だいぶやばかったです。うんと、そこからセミの、これの、うん、これの、なんだろう、激しい試合が2連戦になった中で、と、うん、外人と、あ、そうそう、タックで、うん、そうやね、からの次の日も4試合。4試合ね。いや、大変ですよね、レフェリーはね。レフェリーも。僕もやったことありますけど、実はすごく体力使うんですよ。うん、まあ、3試合に、さばいたら1試合分ぐらいの、ね、疲れは来るよね。だからまあ2試合やったと思えばいいんじゃないですか。やったと思えば、うん、まあまあ、まあ、うちはあの5試合1人でさばくの普通なんでね、はい、しっかり耐えてもらいたいなというふうに。いやーじゃねえよ。はい、え、いいんですか、もうゴールデンウィーク終わりにしたか皆さん。何もしてないの。ゴールデンウィーク、はい、あのカメラマン、はい、オラジローさんと、あ、なんか出かけてたじゃん。はい、ちょっと出かけました。うん、あのラングコーヒーのパフェが食べたかったんで、うん、はいはいはい、まあ、ただあのゴールデンウィークパークプレスとか混むからっていうことで、うん、別府店の方で、うん、あの自分はパフェとビーフストロガン、うん、あ、そっち、こう辛いし、はい、ちょっとでも、はい、もう軽くペロッと僕チキンナンバーだけです。お前も行ったの？はい、あのパフェ屋さんでパフェ食べなかったです。チキン南蛮だけ食べました。食えないよね、量多すぎて。そうですね、めちゃくちゃ美味しかったです。だから今日やの肉を10キロ優にあの譲ってあげてください。譲れたら譲りたいんですけど、うん、今何キロ？お前じゃねえ。あ、僕じゃないです。僕ですか？僕今73です。73。どうした？あ、わかった。はい。何キロで？73。73です。で、今日やは？あ、115です。え？もうタキタ抜かれてんじゃないの？逆転した。逆転したねー。嫌な感じだね。何キロで入門した？え？何キロで入門した？95です。一番良かったよね、あれぐらいが。20キロ増量しました。
いや、増量でも、いや、そのトレーニングも多分一番やってるんだけど、食い方が半端じゃないよね。もなんか来たかな、はい。はい。なんか来たみたい。はい。あ、なんかコメント来ましたよ。はい。滝田選手が、肩着の人に見えないって。肩着の人って。うん、なんか悪そうだし、いやちょっとお前前にいるから、なんか顔もでかく今映ってるもんね。もともと悪い人、多分一緒だね。もともと悪い、実はね。でも、なんかあの、中学生ぐらいの時、まあ、子供の頃か、むっちゃ可愛いもんな。今度写真アップするけど。アップするんや。アップする。可愛らしいよ。本当にすごい変なタイム、自分のも起こされてたから全然関係ないタイプ。そう、面白いよね。カソリ、カソリ、カソリみたいな。ユームの子供の頃ちょっと送ってよ。あ、ちょっと探しておきます。うん、あの、面白いやつにしてね、できるだけ。あ、面白いやつ、うん、はい、探しておきます。あの、いろんなね、あの、子供の頃の写真をみんなが送り合って盛り上がったって、それを何きっかけでしたっけ。そうです。千田さんの、そう、ミツの缶バッジが原因でね、きっかけで、あの、子供の頃の写真をみんな送ってたわけです。わかんない、今はや、覚えられる。そう、新たなのができるかもしれませんけど、はい。まあ、僕はね、あの、今回のゴールデンウィークはもうほぼなんか予定もちょっと本当入ってたのも、あの、諸事情によりキャンセルして、ほぼ出かけてないんですね。なんか家で仕事したりしてました。あとは、なんだ、映像のね、編集したりとか。めちゃくちゃ裏方やってますからね。分かってんの君たち。はい。はい、とかよ。まあ、なんか、久しぶりに意外と、まあ、ゆっくりもできた感じもするゴールデンウィークでしたね。ああ、僕もそんな感じです。でも行ったんでしょ？ 2 カ所行ってんじゃん、熊本と。そうです。別府に行ってんじゃん。さっきも熊本の登山しかねえみたいな感じで。登山しか。行ってんな。行ってます。さあ、ということでね、FTO もだんだんね、またあの、いろんなものが変化しつつありまして、前回お知らせした、まあ、佐伯のね、事務所の方も、ようやくぽくなってきまして。うん、で、年内に佐伯の、あの、大会をね、開催、するにあたって、来週月曜日にね、あの、佐伯市長にももう会ってきます。お、はい、そういったこともね、日々行いながら今まで FTO は20年やってこれたっていうことをね、ぜひ皆さん自覚してほしいんですよね。はい、うん、はい、そうなんですよ。で、まあ、情報としてはね、まず、あ、そうそうそう、ずっとあの募金活動の、今日入金してきました。それはこれです。はい、合計がですね、11万いくらでしたね。11万いくらでしたね。はい、まあ、今画面に映ってると思いますけど、はい、ちゃんと領収書ね、日本赤十字社の方にね、郵便局から入れたんですよね。で、なんで郵便局からっていうか、手数料取られないんですよ。手数料取んなきゃいいと思いません？こんな募金から手数料取るとかちょっとないでしょっちゅう。で、取られないところから入れましょうということで、今度あの、皆さんご協力ありがとうございました。もうね、少しでしたけども、お役に立てればいいなと思います。ありがとうございました。はい、そして次は、次行きましょう。何が出るかな？お、あ、これ気になったよ。これ自分、これめっちゃ気になったやつ。これ誰も知らないからね。誰も知らない。びっくりしました。あのね、そう、向こう見えてないからね、ごめんね。あの、プロレスリングベースを作ります。それ、はい、はい、そうか。ダイハット女子部つってね、ビッグエイトソードの頭文字で BEですで、です。なんでかって、 なんでダイハットか分かる？温泉。ああ、はい、分かる人。ダイハット分からないでしょ。分からないです。ここにね、やっぱ謎があるんですよね。
あのね、まあ、大ハット、大きな鉢カパナなんですよ。これ、合体させると実は大分なんです。ああ。え、さあ。わかった。大分の板は人じゃないのよ。あれ、鉢なんです。鉢の下に刀。これで大ハット。わかった。わかった。そういうことなんですよね。なので、11月の、その、あの、秋のね、イベントをちょっと考えてて、そこで、女子たちを呼んで、まあ、今回は、まあ、女子を6名ぐらい呼ぼうかなと。で、最終的に8人にして、毎回8人を呼びますってようにして、まあ、毎年恒例の女子メインの、プロレスのイベントを開催していきたいなというふうに思っておりますね。あの、意外とね、 MTO は、女子がたまに来るでしょ。そうですね。でもなかなかほら地方って見れる場所っておそらく限定されててなかなか見れないと思うんですよ。で、おかげさまで当団体もですね、いろんな女子の団体さんとか選手の皆さんとも交流もありますので、そういった人たちを、まあ、なんだろう、部活じゃないけど、団体じゃないけど、その部としてね、女子部として大分を女子プロでも、盛り上げていきたいなというような、はい、発想で勝手に発表しちゃいました。でも、あの、きっと楽しんでいただけると。すでに 1,2,3 名決まってます。まだ発表してないですけどね。初登場の人もいます。おなじみの人もいます。さあ、あと3人ぐらい呼ぼうと思ってます。まあ、声をかけてる選手はね、あの、当然いますけど、まあ、にもね、その状況によってまたいろんな人に声かけていかないといけないなという。で、その部員を増やしていくというね、ベストの部員をね、増やしていって、一つの、なんかね、いい大会ができたらいいかなというふうに思ってます。で、合わせて女子レスラーも募集しますんで。はい、大分初の女子レスラーもね、これを見てね、なりたいなと思う人がいるといいですよね。はい、まあ、そんな感じの企画です。ぜひお楽しみにしていただきたいなと思います。はい。そして、次行きましょうか。そう、チーム名が決まりました。はい、コロシアンズというですね、タッグチーム名が、あの、カズレ選手とね、僕のタッグチームコロシアンズ、なんかヤバそうな名前ですけどね、あの、決して、あの、危ない名前じゃないんでね、勘違いしないようにしてください。数字を並べただけ。はい、ぶっ殺しやんずです。いやいやいや、ぶっ殺しやんずです。はい。そうなんですよ。まあ、ちょっとね、あの、強めの、あえて、ネーミングにさせてもらったんですけどね。はい。優しいタッグチームですからね。皆さんご存知の通り。はい。組めちゃくちゃ優しくなる。いや、優しくない。でもね、あの、大丈夫。アズーリーさんはね、まあまあのことを見逃してくれるから。尖った、あの、放送局ですから、ね、うん。あんまり遠慮しなくていいんだけど、まあ、その放送禁止でももろなのでダメだけどね。ほら、だってチーム名だもん。そう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 。これ、漢字ないからね、漢字は。数字だから。そういうことなんです。ということで、あの、コロシアンズでちょっと大暴れしたいなというふうに思ってます。でね、若い人たち、覚悟してみてください。頑張ってる。そっちも。そうなんですよ。そして、はい、また次行きましょう。そう。お、出た。ラインスタンプがね、公式ラインスタンプがね、発売中です。これは、あの、ヒロ工房さんってね、あの、プロレス好きな方見たことあるタッチだなって思う方多いと思います。ヒロ工房さんにデザインしていただいた、
FTO のスーパースターズたちが、まあ、全選手がのスタンプがね、全選手がね、はい、そうです、了解ですしかないという。いや、一番使うでしょ。一番そうですね。了解ですって一番使うでしょ。一番、まあ、そう、誰にでも使える。ただやっぱ各選手は自分の使ってほしいんだよね。まあ、自分岡崎さんとやり合ってるけど、岡崎さんでしょ、はい、あれがあって見るじゃない。そうすると京也が了解ですって言ってると思っちゃうの。よく見たら言うなんだけど。そうそう、ああそっか、だから今日や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 のなんかこう了解ですが連打されたりね、ややこしいとかあるんでちゃんとチェックしないといけないんですけどね、あのマッシュとかもありますからね、誰が一体使うんだっていう感じですけども、自分じゃないって使うのか、まあ、面白い、面白い、そうですよね、ぜひ皆さんただただ了解を了解スタンプとしてご購入いただければなというふうに思います。はい、新入団したね、風選手、そしてリアム・エリック選手のスタンプもちゃんと入ってます。あ、ね、うちのあのスーパースターズのアクリルキーホルダーももうできたもんね、2人、はい、コンプリートしてくださいよ、ね、早いです、仕事はもう何でも早いです。はい、そんな感じでね、ラインスタンプ他にもあるんですけど、ちょっとあの古いんでね、これからまた新たになんかあの書いてもらったりして、他のデザイナーさんとかにもね書いていただいてラインスタンプを作れればいいかなと。今度何する？もうその言葉もうワード1個だけにしたいな。何一使うの？何一番？了解です使うね、一番。おはようございます。おはようかな。お疲れ様。ああ、お疲れ様。お疲れ様か。じゃあ、お疲れ様専用スタンプ。全員のお疲れ様。うん、でも面白いかもしれない。斬新ですよね。うん。まあ、そんなのね、新たに、いろいろね、作っていきたいと思いますので、またそちらもお楽しみにしていただければなというふうに思います。はい。という間やね、もう半分ぐらいで。じゃあ、次です。はい、これです。もう何回も言ってますけど、 YouTube チャンネルベースっていうね、公式のチャンネルを今開設してね、やるわけですけども、今450人ぐらいいった。お、457ですよね。え、たくさん、もう少しずつね、1週間に1人ずつぐらいのペース今増えてるんで、あの見なくていいので登録だけしてください。あと、いいねは押してほしいな、見なくていいです別に、はい、でね、なんと、今日もちょっと新しいショートイルのね、目からビーム出すやつをアップしたんですよ。目からビーム出してますからね。そう、あのタキタがね、また今度、また、あの、あれ出てる、メカビーム出てるね、もうすでに。タキタが、あの、またテレビの取材受けるんだから。ああ、ですです。ね、それまたちょっと後で、あれしてもらうんです。その前に、タキタ特集で、まあ、レスラーと整体師、整骨院。整骨院の院長先生なんですよ。はい。いや、これね、実はね、秋田の施術が非常に評価が高いんです。僕の周りで、あの、知ってる人がいて、で、うちの周りも、行ってますよね。ですです。関係者も行ってますよ。で、取材をね、受けてた後ろで、ユウがふざけて、目からビーム出してました。ありえないでしょ。あの時、練習生。まだ練習生。あの時、練習生。まだ練習生。練習生なのに目からビーム出してたの。その時の映像か。そう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 。ね、取材受けてる後ろであんなことされてたっちゅうね、気づかないところで。そう、あ、そうそう、だから今度何の取材の。先月完成した、怪我の
捻挫、打撲、肉離れ、骨折とか、あと頭打った時、熱中症、まあいろいろスポーツとかで起こりうる怪我、熱中症とかを裏表一枚の、紙にまとめたリーフレットを作っております。で、5月の何日かな、30、まあ後で情報、後半ね、5月の後半に何に番組、J.com さんで、はい、ドキスポ、ドキスポ、あ、前の続き、で8分ぐらいの枠をいただいて、ご紹介するようになってます。おお、素晴らしい。2回目8分ってね、短く感じるけど実は長いからね。ニュースなんか15秒ぐらいだからね、あれ。まあぜひね、そういった本当スポーツ、ね、子どもたちに対してっていうところから始まってるから、まあ、いろんな方が知っとくといいですよね、これってね。まあ、そういった取り組みも滝田はその先生の立場からね、そういったところを広げていこうとしてますね。ぜひご興味ある方はまた問い合わせていただき、それこそ松山座さんね、松山勘十郎さんからもぜひ使わせてくださいって LINE でちょっと送った。まあその時は完成はしてないかな、ちょっとプロソナイフ的な、そうそれを送らせてもらって、でもあれを見ればわかるもんね、大体ね、はい、内容ほとんど変わんないです。そうそう、まあ文言とか言い回しとかちょっと変わるだけ、あとはね、こういったシーンの方もね、そうです、僕も紹介して連れて行きましたけど、ね、副市長あたりにね、でも共感をすごく得てた、よかったの。はい、まあどんどん広げていってもらいたいなというふうに思います。はい。はい、で、そうなんですよ。話が非常にそれましたけど、その YouTube のね、その今日 You のやつの目からビームを出したんですけど、それの前にまた京也と小学生空手家の坊やとね、戦ってた様子をちょっと撮ってあげたんですよ。それがまあうちなんかね、そのほら YouTuber の方たちとは違って、まあ、別に YouTuber じゃないんであれなんですけど、大体ね、再生回数がやっぱ何百回なんですよ。まあ、1000とか、まあ、2000とか言ったらすごい、まあ、うちの中ではバズったなと。ところが、なんと、その京也と小学生の坊やの戦う、ショートムービーは、1日で700ぐらいいった。あ、違う。いったよね。700ぐらいいって、もう今ね、4000に届きそうなぐらい伸びちゃってるという。もう完全に京也が小学生にやられてるね。めちゃくちゃ受けてる、受けてる。必死に引きずり倒してたっていうね。あれが面白かったのかな。そうなんですよ。ぜひね、皆さん本当登録してね、見ていっていただきたい。それとまあ基本道場マッチなんですけども、その他なんだ、この前のイベントの試合なんかもちょっとずつ出していってますし、今後もね、なんかイベントの試合なんかはどんどん出していく。それと、過去の試合、クラシック系もね、ちょっと今拾ってきて、時間がないんでなかなかそこ行けないんですけど、なんか、他の今まで放送してない前の映像もね、ちょっと流していこうというふうに思ってます。これ、あ、またメッセージ。大発動女子部、大分発の女子プロレスというのは気になりますね。ねえ、もう気にしちゃってくださいね。はい。絶対面白い、大会になると思います。はい。なので、そう。YouTube ね、チャンネル登録お願いしますね。はい。さあ、そして、さあ出ましたね、大衆プロレス松山座さんの大阪の大会に、もう連続で、最近ねレギュラー的に、登場させていただいてますけども、京也とね、目白キッド選手が出ますよ、はい、出ます、
はい、じゃあお願いします。はい、自分は第4試合、まあ、あの前半戦のメインイベントで自分とメジロキッドタッグ、メジロキッドとのタッグで、清水ライト選手と松山ポンポン選手っていう、ポンポンさん、まあ、あのお二人ともすごい体がでかいんですけど、はい、しっかり、コンビのチームワークで圧倒して勝ちたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、でもね、それ違いますね、頑張ってほしいと思います応援してます、ね、他団体ではね大活躍してもらいたいなというふうに思ってますんでね。今のところ勝率いいよね、松山田さん。負けなしじゃない、もしかして直接的な負けはないですね。ねえ、はい、この前もそうだし、なんか最近なんかでっかいやっぱり選手と当たることあるけど、160キロくらいある選手も、あ、まあ、この前オールマイティさんのね自主工業で戦った、投げてたよね、はい、すげえなー、スエデラックス選手って人が、160キロ、うん、だから今それ言ったよね、はい、160キロ、はい、聞いてない、ノーサンライト、うん、しっかり投げてたね、はい、重たかった、めちゃくちゃ重たかったですね。まあでも気合で投げ切りました。あ、化け物やな。そっか、もう、もうないの、はい、言うこと終わり、まだいいよ、あの松山座さんの思いを。ああ、そうですね、あの、まあ、あと今回の大会が松山勘十郎さんの20周年興行、あら、まあ、しっかりその20周年大会を盛り上げられるよう、まあ、ん、松山座さんの20周年、あ、松山勘十郎さんのデビュー20周年大会なんですよ。え、嘘、あ、そうです、そうです、はい、え、じゃあ俺、あ、同期か、あ、1個上、いや、まあ、同じぐらいか。そうです、ね、あ、そう、はい、俺先輩、今ね、先輩かなと思ってたけど、あ、そうなんだ、はい、もともと東龍門の出身で、はい、今度あのウルティモドラゴンの選手とか、うん、まあ、土井成樹選手とか、まあ、今までそのドラゴンゲートさんに所属してる人とか、所属されてた人が集まってる大会になってるので、はい、ね、すごい心満載な興行になってると思います。いいですか、はい、はい、いいんですか、チケットとかいいですか、あ、僕に、まだチケットを販売しておりますので、はい、見に行きたいと思っている方、迷っている方、ぜひあのダイレクトメッセージの方で、受付してます、お待ちしてます。はい、お願いしますね。特にあの関西圏の方なんかは今日やなかなか見れないですからね。そうですね、もう本当にメジロキッドもそうですけどね、振ってくださったのが、はい、でやっぱその定期的にあの大会打たれるじゃないですか、意外とサイクルが早いというか。そうです ね、春夏秋冬の4大会あ4回やってんだ、やってます、はい、あ、それでか、ね、うちも上がっていただいたことありますけどね、あの、まあ近々時間ね、はい、レボルシオンが呼ばれる可能性もありますよね。そんなあの、うん、指折りましたとか言って指のリハビリして欠場なんかしてる場合じゃないですからね。頑張りますあ、すごく悔しいんで頑張ります、はい、すごいですよね。でもね、あの20周年か、まあ、本当よろしくお伝えください。はい、ありがとうございます、はい、さあ、そしてもうお知らせ先にどんどん行っちゃいましょう。はい、さあ、自分本気なんか今日やばっかり作りすぎたなこれ、はい、虎の穴ね、道場マッチが5月の対あの19の日曜日にね、開催されますんでね、前回はね、うちのあの練習生が、まあ、練習試合的なやつで、登場したんですよ。でまあ、全然体とかもできてないしね、まだまだこれからなんですけど、まあ、道場マッチなんでね、ちょっとずつ体験させてもいいのかななんて考えてます。はい、まあ、デビューじゃないんですよ、あの人の前で戦うとかいうことってやっぱ度胸つけていくのも大事じゃないかな、だから免疫つけるのにもいいのかなっていう、あとはまあそのリングに上がった時の感覚とかね、
人の前で戦うっていう自分のこうなんだろう、うん、ありがとうございます、モチベーションを、ね、ユウさんのおっしゃる通りですモチベーションをね、上げていくでよかったですか、はい、はい、上げていくような形ですすごく上がります、はい、すごく上がります、ね、そうユウプレイデビュー何回やったの？ 3回、うん、だってプレイデビューでもないから、プレイデビュー、うん、ものすごいプレイデビューができるんじゃない？10回ぐらい、10回でいける？いやまあいやいやいやでもね、お客さん的にはどうですか、ああいう練習生の動きを見るって新鮮ですか、別に必要ない、我々でも面白いですか、まあ、道場待ちですからね、あくまでもね、ということなんでね龍馬大丈夫か、お前なんかチーンってなってるけどはい、まあそのうちこの番組にも登場すると思いますけどね、またそのなんだろう、進化していく姿とね、今基本的にはレボルシオンが教えてるんで、ね、今日もちょっと動き見せてもらったけど、ああっていう感じでしたけどねちゃんとね教えてくださいよ、はい、はい、さあそしてもうまだありますよね、あそう、あもうついにね正式に発表しました、バトルシャーク引退試合が、決定しました、8月の12日の月曜日祝日ですね、FTU の夏の大会が引退試合の場というふうに、はい、いうことです。でね、実はね、まだちょっと発表しませんけど、バトルシャークが最後誰と試合したいっていうところでね、自分でメインイベントカードを実は決めてるんです。おで、ある程度もう固まりました、お、はい、ゲストも本人がこの方、あ、まあ何人か候補なんですけど、その中の一人が決定しましたんでね、はい、まあ、まあ皆さんご存知の方だというふうな、まあ尺自体のね思いがあって自分で決めたんでしょうけど、まあ君たちが入ってるかもしれないけど、入ってないかもしれないんで、はい、だから8月12日はね、ちょっと寂しくなりますけど、シャープの最後の、ね、勇姿をぜひ見に来ていただきたいっていうのと、まあ、道場マッチはあと2回3回出るので出ますね、あそうでね、もしかすると8月のその12日の前、前日は道場マッチにして連戦にしようかなっていうふうにも思ってます。道場マッチのラストマッチと最終順。まあ、ほんと。前はやる気を出せよ、とりあえず。はい、まあそんな感じでね、考えてますってね。シャークもね、もうほんと21年一緒に、まあ、長い間でね一緒にいましたしね、まあすごく優しいやつなんですよね、リングでもそれがちょっと出ちゃってるんじゃねえかなっていうところもあるんですけど、もう相当体の方も悪くて、ちゃんと試合がもうできなくなったっていうところで、もう残念ながらもうけじめをつけますっていうことなんで、しっかりとね本当に見送ってあげたいなっていうふうに思って、ぜひ勇姿を見に来ていただきたいなというふうに思います。それと前日道場マッチなんでやるかっていうところも、いつも見れない選手が登場する可能性があるっていうで、ね、試合数だから連戦するんですよ試合数がもしかしたら増えるかもしれないし、まあ本当道場マッチ初登場は必ず誰かしらいますんで、そういうこと、そういうことで合わせた方がいいかなと思って、ちょうど日曜日だしね、連日、そういうことなんですよ。で試合が終わったらこうみんなでリング積んで
うん、リングを積んで、お客さんも一緒にね、リング積んで、え、注文してもらって。ありがとうございます。あの、速やかに積み込んで、っていうね、もう全部流れができちゃってるんで、本当はそうしたいなというふうに思います。さあ、そんな感じでね、もう、早くももう10分前ですよ。終了。あ、そう。アズーリ FM さんの名称変わったんですよね。え、終わり。そう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 。終わり、アズーリ FM さんが、シャチホコアズーリ FM さんに、名称が変わりました。でね、もう公表はされてるんですけど、二つの、鳥越さんと、今までは終わりさんの二箇所っていう形でね、今日はそのお引越しの関係で、終わり、の方では、放送されてる。あ、で、出た。もう今これ探してるので、もう、かわいい。かわいいでしょ。そう。シャチホコをかぶったパンダ。え、すごいです。はい。壊れてます。ん？壊れてます。これ、こっちも使えるんですか？これも使えるんです。あ、両方使えるんですね。新しい、また、今後 SNS でアップしていきますけど、ぜひね、登録していただきたいなというふうに思います。他の番組もね、いろんなゲストの方いらっしゃったり、あとはやっぱプロレス関係のね、番組もたくさん、放送されてますんで、このライブ鉄板陣全然面白いと思うんですね。そちらをぜひご覧いただきたいなというふうに思います。はい。さあ、ラストね、数分ですけども、じゃあ、はい。ゆうさんから、なんか最後、なんかお話ししてください。最後お話ししてください。なんか、はい、もう思いの丈を。いや、一つ思ったのは、はい、シャークさんの引退試合の、うん、ポスターっていうんですか、うん、めちゃくちゃかっこいいなって思いました。いや、あれってポスターじゃないよ。俺が勝手に作ったんだけど。あ、そうなんですか。イメージで。あれ、めちゃくちゃかっこいいなと思って。え、かっこいいでしょ。はい。あれの撮ってくれたトラちゃんも かっこいい写真撮ってくれたんだけど、ちょうどいいなと思った、後ろ姿。いや、あれめちゃくちゃかっこいいです。いいよね。ああ、いいっす。でもやっぱ本当のポスター顔出してあげたいじゃん。まあ、ああ、そう見えないです。そう、後ろ向きから。なんかこうなんか英雄っぽくこう、うん、背中で語ってないです。英雄っぽくね。あ、英雄です。あの、海に入る。そう。こうですか。こういう意識で、あの、背景が海みたいな。まあ、シャークは、まあ、最終的に試合は、まあ、そこで終わるかもしれないけども、最後は、ちゃんと最近の海に、いやいや、本当に踊り帰ってもらうから、もうそれがもう最後のあれでしょ？サメの最後として。10年越しのフリーなんです。そうずーっとそう言ってたよね。ついに最近の生まれ故郷の海に。帰っていくっていうのがね、最後のシーンじゃないかなというふうに思います。最高のエンディングです。最高でしょ。最高です。もう多分寒い時期なんですよね。撮影がで、いい、もう先にイメージ動くけど、バーン飛び込むでしょ、シャークが、はい、で、その最近の海をどこか果てしないあっちの方にずっと行くわけですよ。泳いで、で、こうエンドロールがずっとこう流れていきますよ、はい、最後もうシャークずっと追っかけておきます。泳いでる姿。見えなくなるまで泳ぐみたい。なんかその前体力つきそう。スッと泳がす。だから船はね、ちょっと本当漁船かなんかはちょっとチャーターしとかないとまずいかな。あ、そこまでもいい。もしかしたら、途中で動けるなんか。最終だから。そう。ロイビックで沈んでいく。沈んでいくか、まあもしくは潜っていくっていうね。で、まあ見えなくなってしばらくしてからもう OK 出すじゃないですか。で、救出に行くっていう。生存確認してる。みんな。ヘイク続いたら、すごいしんどいですね。ヘイクやつで。ね、まあそんな感じでね、お見送りのね、イメージは本当に出来上がってます。
さあ、清谷さん、最後なんか、はい、まだでも5分もあるからね。大阪、この前行った時、シャワー浴びれなかったので、目白にちゃんとシャワー浴びさせてもらって大分に帰りたいなと思ってます。はい、お気にすぎて全然わからない全然わからない、全然わからない。目白キットとシャワー浴びようとしたけど、いやいや、一緒に入る、一緒に、2月の松山田さんに出させてもらった後、帰りいつも自分エイタイムとジムのシャワーを浴びて帰る。おで、その時に目白キットがもうどうしても飯を食いたいから、浴びんでくれって言われて、いやいや、じゃあ浴びに行くのと飯食うのと別れればよかった。あ、でもなんか初めて会ったらこうはぐれたら悪いかなと思って修学旅行か。いや、本当だよ。だからコンビなんで。そう。確かに。どこか頼りないコンビやもんね。で、結局、立ち食いのうどんで、目白が自分よりもうどんめちゃくちゃ食って、おう。シャワー帰ろうか、みたいな。僕はすがすがしい。自分はもうシャワーが浴びれてなくて。うわぁ、嫌やねぇ。髪の毛ギトギトのまま。うえぇ。ねえ、うどん食ってまた汗かいて。あ、そうそう。うどん食って汗かいて。追い汗？で、バスの中も暑くて汗かいて。うわぁ。目白が隣に座った。あ、目白は隣で爆睡でした。爆睡。寝れるよな。乗った瞬間すぐ爆睡。幸せやなぁ。はい、なんで。しかも、締めなぁ。まあ、しかも今回の方が暑いんで、ちゃんとシャワー浴びて帰りたいの。はい、そっか、浴びたいよね。でもね、浴びたいですね。しかも試合僕の方が試合出てたんで頑張ってた、はい、僕の方が試合出てた、はい、でも誰が取ったの最後。それは自分が取りました、ね、じゃあ、まあ、頑張ってね、はい、ちょっと活躍してなかったよね、目白。活躍してたんですけど、まあ、自分の方が頑張ったっていう。自分の方が頑張ったのにシャワーを浴びさせてくれなかったっ。そこがずっとなんか引っかかるんです。なんかさ、持って行っときゃいいじゃん。ほらプールとかですか。違う、プールお前持って行くよ。どっから見る。ほら水道水とかのこう、そう、じょうろみたいなんです。いや、マジで。ああ。頭だけでもなんか水道で洗えるよ。いやいや、もう全部洗おうよ。全部ですか。もうぬるぬるじゃん、君、いつも。汗っかきなんだからさ。だから余計入りたいよね。入りたいです。まあ、ぜひ、じゃあ目標として、目標で今回はシャワーを浴びると。目標がね。シャワーをお願いします。ジョキットさん。シャワーをお願いします。シャワー浴びさせてください。はい。僕からもお願いしておきます。で、アキラは？さっきの怪我の処置を書いてる、リーフレットになるので、スポーツの、要は少年団とか、スポーツ団体、まあ、現場でもそうですし、うん、企業様、うん、あと1分だからね、個人でも大丈夫です。DM でも投げていただけたら、うん、送りますし、私しに行くので、どんどんご連絡ください。よろしくお願いします。はい、ということで、ぜひね、ひろたきたで検索してもらったら、いろいろ出てくると思います。出てない、はい、ここが出てないからね。こっちかもしれない。こっちかもしれない。こっち、あ、上かもしれない。上かもしれない。映んないよ。はい、もう1分前だよって言われてるんでね、そろそろ締めに入りたいと思いますけど、さあ、そんな感じで今日もね、こんな感じの放送なのにね、すいません、ありがとうございます。質問していただいて、ほとんど、そうだ、メジャーキットいないのによく来たね。メジローおらんでも来るでしょ、結果。あ、まあそう、結果的にメジローがいなくてもね、来てくれるんで。あ、そうね。まあ本当、いつも来ていただいてるんでね、感謝ですけども、全然もう見ててわかるでしょ、喋れない感じがこれまた俺抜けてみようかなってことね、誰が仕切って回していくのかっていう。
シャークシャークはね喋るからねずっとで、ユウも喋るんだけどこうね収集がつかなくて、そうそうです、とりあえず、はい、そんな感じで、みんな、いろいろ SNS もやってますし、ライブ配信も勝手にやってるよね。あ、いいですね。うん、うん。まあ、その辺は注意しながら配信してください。安心して。そうそうそう。それと、さっき言ったように、MTO のね、YouTube チャンネル、ぜひ登録だけしといてください。見なくていいんで、くれ。本当に。見なくていいから、とりあえず登録数をね、増やしていきましょう。まず目標は500人。あとちょっと。で、1000人まで行ったら何かやります。あ、違う、500人で何かやるって言ったっけ。あ、そうそうそう。やります。やります。チャレンジ企画がありますんでね。それ、あ、やっちゃうかもしれない。あ、10秒前ね。はい。そう、食うやつね。ザビエル食わせる。はい、ということで、また来月お会いしましょう。さよなら。